久保さん行動資産もう間違いないですね。行動資産いいっすね、うん。行動資産いいじゃないですか。まあもう間違いないっていうね。うんうん、まあ間違いないっすね、うん。多分まあ知識資産とかもあると思うんですけど、知識も結局使わないとの役に立たないんで。 まあ知識があってね、俺は知識あるんでっ、つってね、なんかキャバクラとかで自慢して、わーって言われる知識で、まあそれはそれでまたあれかもしれないですけど、結局ちゃんと使わないと、じゃあ使うってことは何かというと、行動して体験したことですよね、自ら。自ら体験したことが思い出であり、自ら体験したことが心で記憶して、それが本当に財産になっていくと思うんですよね。うん。だからいかにその心で記憶、だから心で記憶でいいですかね。 心で記憶したものっていうのは忘れないです。うん。だから島田紳助さんもいい言葉言いますよね、心で記憶っていうのは。うん。本当忘れないですもん。うん。やっぱその20時間ライブとかも心で記憶してるんで忘れないですよね。久保さんのあの <laughs>、広島の久保ですってってね、忘れないですね。心で記憶したんで <laughs>。まああれがね、多分30分とかのライブだったら多分残ってないんですよ。 ね、あれが30分のライブだったら残ってないし、久保さんが朝っぱらから、ね、ずっと、ね、なんかコメント書いてるのは20時間ですよ、まあ、まあ20時間連チャンでずっとやってるわけじゃないけど、も朝,朝の、ね、放送開始からね、もう多分一番乗りぐらいのはあれで久保ですみたいなね、来てね、で終わりも、ね、久保ですみたいなね、万歳 <laughs> みたいなね、あれはすげえ心で記憶してるので、忘れないですね、うんしかもまあしんどかったしね、しんどかったですよ。<laughs> そう裏方でしたけどしんどかったんでまあ忘れないですね、うん、だから心で記憶できたものがど,どれだけあるのかっていうのがもしかしたら人生の宝物になるのかもしれないですね、うん、財産というか、まあ、宝物ですね、うん、でもそれは宝物っていうのは物でもなければ誰が評価するわけでもなければ自分の中で良かったなと思える 多分最高の世界に一つだけの宝物だだと思います、うんまあ、世界に1つだけの宝物っていう <laughs> ね、まあ、世界に一つだけの話はありますけど世界に一つだけの宝物もいいかもしれないですね、うん、いってらっしゃい